YouTube さんから金の盾が届いたので開封していきたいと思います。乃木坂配信中。いや、昨日ね、乃木坂配信中チャンネル登録者数100万人の金の盾がね、届いたってことで開封動画がね、上がってましたけれども、本当に改めて乃木坂配信中チャンネル登録者数100万人おめでとうございます。ようこそ乃木坂どうもそうじゃないそうです。ということで、今回ですね、昨日出演した歌コンでの乃木坂ちゃんたちのパフォーマンスがやばすぎたので、ちょっともう感想語りたいなと、もう語らずにはいられないなということで、改めて昨日の歌コン語っていきたいと思います。まず昨日の歌コンで披露した曲が、なんと君の名は希望と、そして32番目シングル人は夢を二度見る、この2曲もね披露してくれたということで、まあ僕ね、人は夢を二度見るだけかなと思ってたんですけど、なんとなんと君の名は希望もね披露してくれたっていうことで、いやもうこれはね、本当に谷原さんありがとう。で、順番的には先に君の名は希望披露して、で最後に人は夢を二度見る披露っていう感じだったんですけど、まあ、今回メンバーで言うとね、32番目シングルの選抜メンバーっていう感じだったんですけど、梅ちゃんが不在っていう、梅ちゃんがいなくてね、梅ちゃんインスタでもね、告知してて、私は出られないけどみたいなね、感じでインスタでもストーリーね上がってたと思うんですけど、梅ちゃんがいなくて、で代打で葉月が入っていたって感じで、梅ちゃんのポジションにレンタンが入って、でそのレンタンのポジションに代打の葉月が入ってたっていう感じだったと思います。じゃあまずね、君の名は希望なんですけど、まあこれね披露するってなって、誰センターなのかなっていう、そう誰がセンターなのかなって思ってたんですけど、まあ、久保下のダブルセンターだったっていうことで、まあフォーメーションも32枚目シングルのフォーメーションと全く同じっていう、32枚目シングルのフォーメーションで君の名は希望を披露するっていう感じだったんですけど、で衣装がイレブンスマッシュかな、で着てたあの紫の衣装でっていうね、感じ。この君の名は希望めちゃくちゃ良かったですね。なんかもう本当感動しちゃってそう、めちゃくちゃ感動しちゃって、この披露する前にさ、君の名は希望曲披露する前に、ね、この曲はさ、紅白初出場した曲っていうことで、ズキがその当時ね、紅白初出場の時は先輩方が歌ってたけど、今回は後輩の私たちがちゃんとバトンをつないで披露させていただきたいと思いますって言ってたじゃないですか。その言葉にもめちゃくちゃ感動したし、でね、谷原さんもさ、こうね、受け継がれて引き継がれていって、ファンの方も嬉しいでしょうねみたいなことを言ってくれて、そこも曲披露前からねちょっと感動したんですけど、でパフォーマンス見てさ、もう本当になんか、まあもちろんね、今までもその卒業したメンバーがいて、どんどんどんメンバーが変わっていく中で、いろんな場所でこの君の名は希望を披露してたと思うんですけど、まあ、やっぱり今回1期生2期生が全員いなくなって、3期生4期生5期生だけで新たな乃木坂46っていうところでの新体制の乃木坂46での君の名は希望初披露だったと思うんですけど、まあ、やっぱり今までとはちょっとまた違うというか、本当に大きな変化というかね、新時代というところの中でしっかりやっぱ受け継いでいってくれてるんだなっていうのをめちゃくちゃ強く感じて、今回のねこの32枚目シングルのフォーメーションでメンバーで久保下ダブルセンターでの君の名は希望受け継いでいってくれてるんだなっていうのを、ね、すごい感じて、もうめちゃくちゃ感動したし、まあ、そのパフォーマンスで言うと、まあ、この君の名は希望って、ね、結構こう一列ずつさ歌っていくじゃないですか。なぎ、よだちゃん、レンタのあの3人のところがやばかったでしょ。なぎ真ん中でさ、あそことか個人的にやばかったんですけど、まあそういうこう一列ずつね歌っていくから、そうみんなメンバーみんなめちゃくちゃね今回映ってたと思うし、あとは水木が後半、水木がこう抜かれた時に、カメラに抜かれた時に水木の目が結構うるうるしてて、で最後の方はもう涙流れてたんじゃないかなと思うんですけど、その水木の涙とかも、まあ何が理由かは分かんないんですけど、やっぱこういうねこの君の泣きを受け継いでいくぞっていうところなのか、まあ他にね理由があるのか分かんないですけど、そのなんか水木の涙とかもあって、3期生4期生5期生で、新時代の乃木坂46受け継いでいってくれるんだなって、バトンをね、繋いでいってくれてるんだなっていうのをめちゃくちゃ感じて、君の名は希望も本当に感動しちゃったまあと投げ押しからするともう一個ちょっと触れときたいのが、あの最後のウォーウォーウォーのところで、こう正面からのねカメラアングルになってたんですけど、で久保下ダブルセンターで、やっぱ 裏センターのさ、凪がもう中心にいるわけ、真ん中にいるわけよ、もう強すぎてね、そことかもやばかったんですけど、まあいろんなねところ含めて、まあね、めちゃくちゃ感動したこの君の希望のねパフォーマンスでした。で次、人は夢を二度見るですね、32枚目シングル、最新曲、この流れもいいよな、君の名は希望で最初披露して、で、人は夢を二度見るを披露するっていう最新曲をね披露するっていうのもめちゃくちゃいいですけど、で今回のね人は夢を二度見るなんと新衣装でしたよっていうことで、あの今までの衣装とは違くて、今回は白ベースでピンクのお花かな
がこうデザインされててみたいな、葉っぱが黒になってた、黒っぽい感じになってたか分かんないけど、お花がピンクのお花がデザインされててみたいな印象での披露だったし、あとは生演奏でのね披露だったんで、本当にこう今までの歌番組で見てきた人は夢を二度見るとはまた違ったこう新しい人は夢を二度見るだったなって思って、そのね人は夢を二度見るの今までの衣装って結構みんな衣装が違うじゃないですか、デザインというかが違った中で、今回はまあその形はねこう肩だけここで切れてるタンクトップみたいな、タンクトップではないか、ここで切れてるメンバーいたりとかね、肩が出てるメンバーがいたりとか、まあいろんな形はねあるにしろこう色とかデザインとかもう一緒だったんで、その統一感っていうところももちろんあったし、あとは結構ねこの春っていう季節にぴったりなこう衣装というか、そのピンクな感じで、そうすごいこの季節にぴったりな衣装でもあったと思うんで、本当にこう今までの人は夢を二度見るとは違う、また新たなその生演奏っていうところでもこうちょっとなんか上品さが増したというか、そうちょっと明るく、僕は今までの人は夢を二度見るもちょっと明るい感じと上品さがこう衣装と生演奏っていうのが相まって、感じたね人は夢を二度見るで、あとそのダンスとかもさ、スカートを使った特徴的なねダンスあるじゃないですか、あそことかもちょっとまたこう衣装が違うことによってなんかちょっと違く見えたというか、スカートの感じもやっぱ違うと思うんで、衣装によってちょっといやそこでもちょっと上品な感じがね、個人的にはして、この新衣装でそして生演奏での人は夢を二度見るもめちゃくちゃいいなと、めちゃくちゃ素敵だなって思いました。あと個人的にはね、代打の葉月がこう終始こう笑顔で、特に後半の方をかなと思うんですけど、すごい笑顔でパフォーマンスしてたのがめちゃめちゃ良かったなって思いました。あと今回君の名は希望の時もそうだし、この人は夢を二度見るの時もそうだけど、昨日のいよきちゃんの前髪めちゃくちゃ好き昨日のゆうきちゃんの前髪髪ってなかった、めちゃくちゃ可愛くて、いよきちゃん大好きおじさんもいますっていう感じなんですけど、いよきちゃん可愛かったっすね本当に。あのいよきちゃん、みゆちゃんのこの並びのスタイルの良さえぐかったね、あの君の名は希望の時とかさ、一列ミックとかな、ミック、まあ、みゆちゃん、いよきちゃんだったと思うんですけど、その二人のスタイルの良さがえぐくてビビったんですけど、いよきちゃんの昨日の前髪マジで髪だった、可愛すぎた。はい、ということで今回は昨日の歌コンについてねちょっといろいろ語っていったんですけれども、ぜひですね皆さんの感想とかもコメント欄で教えていただけたらなと思います、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。